こんばんは、松原谷氏です。ここはですね、兵庫県のとある山奥に今来ておるんですけど、廃墟マニアのお知り合いの方がいましてですね、その方がぜひ谷氏くんに見せたいものがあると、言ってくれましてですね、その何かを今から見に行くところなんですけど、ここはね、ただただ山奥です。で、この手前で鹿いましたね、今ね。さあ、ここに一体何があるんでしょうかということで、ここから何分ぐらい歩くんですか？多分40分。いや、めっちゃ歩く。40、50分歩くんですか？多分40、50分歩くの、うん、歩いて行ったことないんですよね。あ、そうか、普段はバイクのツーリングとかで行くところですよね。そうそう、じゃあ歩いて40、50分。あ、もうメガネ曇ってきた、やばいなこれ。40、50分歩いて、その例の何かをちょっと見に行きたいと思いますので、これ見てる人はね、どうせ編集されるでしょうから、すげえ楽してる楽してるなって思うかもしれないですけど、こういうのって本当に道中全く使うとこないですからね。ただただ歩き続けるだけになると思いますけど、まあ頑張って行ってみたいと思います。じゃあ皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやー、ここから40、50分。40、50分は引くな。40、50分どうなんやろ。ここ走ってる人多分見たらすぐ分かるから。あー、そっか、うん、あれ、川の音が聞こえるから。右側ずっと川です。こっち川ですかね。うん、ウゴさんによるとね、誰かが飼ってきたらしい。20年か30年ぐらい前。あ、なんかある、なんかある、なんかある。なんかあります、あれ。どこですか？あれ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 。あ、白いの？白いの。増えてる？やば。え、なになに？ちょっと待って、ちょ。何や？白いの。シャツなかったんけどね。え？ちょっと待ってくれ。なにこれ。めちゃくちゃ怖いやんか。なにこれ？え、ブラジャーもある。え、なんで？あれ前そんなんなかったのに。何これ。女子高生の制服ですよね。ねえ、ブラウス、とスカートと、あ、もしかしたらでも向こうの完成品のやつが降りてきたのかもしれない。え、どういう、ちょっと降りてくるって。いや、わからない。でもブラジャー初めて見た、これ。ブラジャーやな。何これ？え、何これ？鳥鳴ってるやん。コケ履いてるもんね。これめっちゃ気持ち悪いね。こっちから見たらほんまに気持ち悪いね。首のない女子高生じゃないですか。そう。僕が女子高生みたいに鳥鳴る。もうちょっと下です。え、これ何年前かな？あの、わかんないです。でもなんかみんな気づいたら、気づいたらあったよ。でも結構昔からあるよって。昔からあんの。で、僕ここ来だして2年半ぐらいなんですけど、はい、年に1回ぐらい更新されとったらしいです。更新？綺麗な制服に変わってた。あ、衣替えしてるんですか？衣替えする。でもここの山にあとまだ5箇所ぐらいあるからね、これが。5箇所？これが？この山の中に。それ5箇所あるんですか？こんなんが5箇所ぐらいある。めっちゃ怖いやん、うん、いや、でもだからずっとおったら、うん、買いに来る人と遭遇するってことですか？かもしれない。それいっちゃん怖ない？いっちゃん怖い。え、このブラウスはそう、いや、ここは、セーラー服の上だけやった。上だけか、多分スカートだけやったと思う。あ、ブラウスとブラジャー上下揃っ
ってんのがないってこと、ブラウスとブラジャーは、うん、いつ来たんか分かんない、だからもしかしたらこの上にフルセット揃ってるやつがあるんですよ。え、フルセット、フルセット、うん、フルセット、このまだ上にね、え、上なの、下じゃなくて、上です上です、この他にもまだ上にあるんですか。一番近いのがこのちょっと上の方に、あの一箇所、そこがあのフルセット揃ってるんですよ。フルセットってどういうこと、フルセット、昨日やね、どうかってことは、あれ昨日から今日にかけて変わってってたら怖っ、ちょっと待って、今日おるんちゃうめっちゃ怖ないあ、どっかから見てるかも、お前やね、今日おるんかな、あ、どうしよう、どこや、あそこだ、あそこだ、これから、あ、あれも、ああった、こっちも、あ、あ、これや、これや、あ、揃ってるわ、え何これ気持ち悪い、え、気持ち悪い、こわ、え、これスカート、何これちゃんと中着てるんですよ、え、ほんま、うん、それスカートめくったらもしかしたらパンツ履いてるかもしれないですよ。え、マジで、ちょっとめくってみよう、ちょっとスカートめくってみますね、あ、履いてなかったあ、履いてパンツその辺落ちてるんだろうか、え、パンツもあったんですか、パンツ、あ、パンツ、パンツや、パンツあ、パンツや、ビービーになってるわ、見てるマジで何なの、何なん、どこの制服なんやろ、僕はなんかこんなんで、え、これ名前も書いてない、書いてる、あ、ほんまや、これ事件じゃん、これ事件、 170A ってなかなか身長高い、高い、でかい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 、あ、だってあのなんか行方不明のサイトなかったっけ、そうそう、あるよね、全国の行方不明サイト、あれ、え、これって行きしなりみたいなやつと、今見つけた、今見つけた、違うやつ、また増えてますね、何これ、いや、気づかなかった、いや、気づかなかった、あ、違う、体操服だね、体操服の上着、体操服、しかもなんか刺繍の跡あるからゼッケン貼って、ゼッケン貼ってたんちゃう、あら、めっちゃ弱い、なんなんここ、なんなんここの山、マジでなんなんこれ、え、見といて、あ、水野140、いや、女の子や、子供や、140やったら、でも上がるとき気づかんかったと思うね、気づかんかった、うん、誰かおるんちゃうの、え、怖っ、マジでなんなんこれ、これ怖っ、むっちゃ怖いやん、むっちゃ怖い、これむっちゃ怖いわ、なんなんこれ、むっちゃ怖っ、なんやこの山この山怖っ、それがいる山、なんやこれめっちゃ怖いやん、それ怖い、怖っ、あのブレイザーはあれ、何センチだったの、ブレザー、170、でかいな、え、じゃあ違う人物や、違う人物か、あ、怖っ、 170A の女子で、こっちは140の女子、女子、女子、140やった女子や、あ、じゃあ女子2人おんな、そうです、書いてない、タグがもう取れてみてるかな、ええな、3箇所ですね、言いました、1箇所、で2箇所目がフルセット、あのブレザーの上下とパンツとキャミソールと、で帰りに謎の140センチの体操服ありましたけど、もうちょっと怖いです、この恐怖がもうお化けとかじゃなくて、お化けかもしれんけど、人の怖さと、あと意味のわからなさです、俺怖いです、ここで一番怖いのが、今この瞬間誰かに見られてんちゃうかっていうのが一番怖いです、本当に気持ち悪い、鳥肌立ってる、なん今また戻ったら増えてそうですもんね、怖い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 、その考えのが怖いのよ、ちょっと
この山はまだあと3カ所あるんでしたっけ、女子学生の服が。服が隣の山にもあります。山1個越えてあると。越えてもあるらしい。わかんないですけど、探れば探るほどわからなくなってただただ怖いです。一旦今日はこれで帰りたいと思います。もし心に余裕あればまた別のセーラー服ちょっと探してみたいと思います。気持ち悪すぎました。帰ろう。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。なんでこんなとこで言わないの。めっちゃ怖いわ。